東日本大震災から10年の今日、県内で最も多くの人が犠牲になった陸前高田市では、遺族などが祈りを捧げました。震災当時はまだ小学校1年生、めっちゃちっちゃかったんですけど、まあ、10年経ってもうこんくらいもう大きくなったよとか、これからのその進路とか将来のことちょっと報告しました。震災で両親を亡くした及川春人さんです。あの日のことを今も鮮明に覚えています。今何ですか、ゴミ収集の箱あるじゃないですか、多分あの空き地になったですかね。かつて自宅があったこの場所からあの日も小学校へと向かいました。帰りの会やってた途中に弟子に来た感じです。父典久さんと母翔子さんです。春人さんと2つ上の兄を残し、津波に飲まれ亡くなりました。初めて春人さんに出会ったのは震災直後の避難所です。当時小学校1年生だった春人さん、兄よしきさんと率先して手伝う姿が印象的でした。はい、なんかあっちの手伝いだった、終わった。当時両親が行方不明だったにもかかわらず明るく振る舞う兄弟、そこにはこんな思いが隠されていました。来てくれると思っている、頑張ってたら。目立っていれば両親が見つけてくれるはず、そう信じて兄弟は耐えていたのです。しかし願いは届かず、その後両親は遺体で発見されました。当時まだちっちゃかったんで、なんか自分の両親がいなくなったっていうのはなんか受け入れられないというか、小学3とかそんくらいですかね。学校行って帰ってきて、まあいないんだなみたいな、まあ、寂しかったですね。あれから10年、春人さんは高田高校の2年生です。今は市内の災害公営住宅に祖母と2人で暮らしています。兄のよしきさんは去年仙台の専門学校に入学。家は少し広くなりました。ちょっと汚くて申し訳ないんですけど。少し照れながら見せてくれたのは色あせた筆箱。春人さんが10年以上使い続ける大切なものです。もともとその亡くなったお母さんがそのお兄ちゃんに買ってくれた筆箱を、まあ、俺がお下がりでもらったって感じです。お母さんがなんか買って残してくれた数少ないものの一つだから、まあ、ずっと、まあ、壊れちゃったりするまではずっと使ってようかなって。一緒にそのなんていうんですか、勉強とか遊んだりとかしてる時とかに自分ができたりするとすごい褒めてくれたりとか、まあ、夏に一緒にその朝早く起きてカブトムシ取りに行ったりとか、お母さんとお父さんと一緒にその松原行って一緒に海で遊んでました。そんな春人さんを見守り続けてきた人がいます。避難所で生活を共にしていた菅野博子さん。二人の出会いにはこんなエピソードがありました。最初に泊まった夜に夜中になんかお腹蹴られちゃってびっくりして痛っって起きて、
たら春人くんだった隣が。避難所では寝る場所が隣だった2人。子供がいない菅野さんは春人さんたち兄弟に対し家族のように寄り添っていました。すごい可愛かった。理由なんてない、明るくすごい動いてくれたから、私たち逆にその声に癒されたっていうか。一方で複雑な思いも抱いていました。こっちも両親のこと言えなかったし、この子たちも言わなかったね。耐えてたんだと思う。その後別々の生活が始まりますが、春人さんをいつも気にかけていました。連絡はしてなかったけど、見守っていたことは見守ってたの。例えば記事になったりテレビに出たりとか、やっぱりずっと見守り続けたいなと。この日菅野さんは春人さんと久しぶりに会うことにしました。どうも。こんにちは。こんな大きくなったの、はい、びっくり。こんにちは、お久しぶり。こんにちは、久しぶりでございます。久々の再会でも10年前と変わりません。全然まだ若いですよ。 ありがとう一番いいこと言ってくれる。そんなお愛想も言えるようになったのね。菅野さんはずっと伝えられずにいた気持ちを伝えます。なかなか春人くんの気持ちの中に入り込めなくて、何も言えなかったけど、なんか言いたいことあったらいつでも来てください。はい、わかりました。離れていてもお互いを気にかけていた2人。菅野さんに春人さんとの思い出がまた一つ増えました。4月から高校3年生の春人さん、将来は地元の魅力を伝える仕事がしたいと言います。そしていつの日か夢が叶ったら、亡き両親に伝えたい言葉があります。お父さんとお母さんがちゃんと自分を産んでくれて、そっから育ててくれて、亡くなった後もおばあちゃんとかがちゃんと育ててくれたから、それのちゃんと成長して大人になって仕事ついて、ちゃんと自分でもお金稼げるようになったよとか、心配しなくていいよとか、そういうことを言いたいです。両親を失いながらも懸命に生きた10年、その視線の先にはそう遠くない未来が見えていました。